どうも、ドズです。さっきもですね、ドズ2の独り言をやっていきたいと思います。私今ですね、クラちゃん南国という謎のクランに来ております。これ何のクランかっていうと、クラクラチャンネルドライ、タウンホール9専門のクランなんですけれども、タウンホール9の、クラクラチャンネルドライの紅白戦をね、今夜からスタートするということで、なんでこういう名前なのかはね、全く見当がつきませんが、やっていきたいと思います。なんでだろう南国って何由来なんでしょうね。全然わかんないですね。なんか語呂をかけてるわけでもなくて。まあいいでしょう。他の相手クランの名前もちょっと気になりますね。なぜかね、クラクラチャンネルいつからかわかんないんですけど、気づいた時から、なんか毎回紅白戦の時の名前がね、謎な名前になって、最近ではね、本当にクラクラチャンネルつぼいとか、クラちゃん南国もよくわかんないですね。なんかよくわかんない名前がたくさんあるんですけれども、まあ紅白戦の時だけということでね、楽しんでいきたいと思います。ちょっとやっぱりタウンホール9の対策陣に攻め慣れて、ナインクラッシュに備えていきたいなという感じでね、クラクラチャンネルからもたくさんね、ナインクラッシュ参加しているので、ぜひ注目していてくださいということで、来た方、内村。ちょっとね、ババアチャ間違えて作ってしまったんで、あ、でもちょうどいいかも。こことか。援軍にはジャイもらってます。このウィズの攻撃、これ範囲攻撃なのかっていう感じの攻撃ですよね。単体攻撃に見えるんだけど。まあいいや。よし、ジャイ出して。あ、そうか、あれだわ、なんだったっけ、紅白戦クランでクランレベル1だからジャイのレベルが低いんですね。これは結構有識事態だ私の即戦力であるジャイアントのレベルが低い。ババアちゃんはね、結構周りを削るだけだったら悪くないですね。正直ポーチ村だったらババアちゃんの方が回転率速くて、コストパフォーマンスもいいんですよね。ただやっぱりジャイアントが多い方が中にあるダークエリクサーとか取るのに向いているんでね、まあ、今回みたいなポーチ村ばっかりだったらババアちゃんの方が回転速くていいんでしょうが、まあ、やっぱり私はね、ジャイアちゃんの方が好きかなといったところです。間違えて ババを作ってしまいました。あ、でも 50% ちゃんと行きましたね。戻ろう。さあ、20万500、素晴らしい。ちょっとね、アーチャークイーンをやっぱね、本格的に上げていきたいです。レベル9になったんで、もう10まであと少しで、レベル10になると見てください、攻撃上昇55プラスと、あと体力回復25、まあ、ここら辺ちょっとね細かいんですけれども、やっぱりねクロークの能力が上がれば上がるほどクイーンはもう圧倒的に強くなります。で、特にやっぱ無敵時間が長いと、その分そこでね、施設を破壊してってことができるんで、もうほんと飛躍的どんどん伸びていくんでね、アーチャークイーンのレベルは最大限に上げていきたいなといったところ。あとね、ナインクラッシュまでには施設はね、ガンガン上げていきたくて、ちょっと大工がもう全然今足りてないっていうか、大工が、マックスの状、ありがとうございます、ジャイアント。大工がマックスの状態ではあるんですけれども、まあ、なるべくね、7月2日、まあ、私は7月2日から、第2回戦からね、参加なので、7月2日に間に合わせるように施設を上げていきたいなと、言ったところで頑張っていきたいと思います。さあ、ということで、ドズ2の独り言もね、もう今日でパート13かな、多分。パート13ということでね、2週間にわたって毎日やってるよね、基本毎日やってますよね。私には珍しく3日坊主で終わっていないんですけれども、頑張っております。まあ、ナインクラッシュ終わったら、またちょっとね、別の企画か、もしくは100本ノックもね、毎日だとみんな多分飽きちゃうんで、週に1回か2回ぐらいにしようかなと思ってます。で、どういう形にしようかまだ決めてはないんですけれども、ドズトークとかもその不定期更新だとどうしてもサボっちゃうじゃないですか。サボっちゃうっていうか、他の動画を撮ってると忘れちゃうことが多いんですけれども、そのドズトークとかも例えば金曜日の何時からってもう決めちゃって、週に1回ね、ドズトークの日みたいなのをね、作ろうかなとは考えてます。どっちがいいですかね。不定期の方が皆さんいいですか。不定期だとね、ほんと3ヶ月とか平気で忘れちゃうっていうかね、気づいたらもう3ヶ月経ってるみたいなこともあるんで、もう週に1回ドズトークの日は何曜日、ドズ2の独り言、もしくは100本ノックの日は何曜日みたいな感じで決めちゃうとね、私も更新しやすいかなと、あ、今日何曜日だから撮らなきゃみたいなね、思い出すかなという感じでございます。さあ、ということで、ちょっと資源ができるまで、この南国って何由来なの？相手クランは何だろう。ヤップを褒めて褒めて褒めまくるだけのクランです。ヤップが嫌いな人はいりません。ヤップを調子乗らせてくれる人だけ募集どういうことだ。全然日本語で OK って感じなんですけど、ヤップがリーダーなんですね。なるほど。クラクラチャンネルのね、ヤブレカブレさんのあれですね、多分サブアカですね。ヤップ
さあという感じで、まあみんなね仲良く、結構ね紅白戦の頻度は高いです、クラクラチャンネルは。でなんで高くなったかっていうと、まず対策時慣れをしやすいっていうのと、あともう一つがね、マッチングがしないんですよね。タウンホール級オンリークランだとなかなかやっぱり50人近いとマッチングしなくて、マッチングしないでずっと時間過ぎるのももったいないから紅白戦しようかってことで、最近はね週に1回かもしくは2週間に1回ぐらいね紅白戦やってる気がします。で、タウンホール9とタウンホール10とタウンホール11に関しては、いつでもね募集しております、クラクラチャンネル。いつでもメンバー募集しているので、結構ね、オーディションいつですかみたいな、コメントもたまにいただくんですけれども、いつでも募集してます、タウンホール9以上の、メンバーはですね、ぜひぜひクランルールを見て、どこに申請すればいいのかをね、ちゃんと確認した上で、申請いただければなと思います。結構ね、ルールを読まずに、適当に申請出しちゃって蹴られちゃうって方がね、多くいらっしゃるので、そこら辺は注意してくださいということで、よし行こうか。ジャイアチャだとやっぱちょっと若干ブーストしてても時間食いますね。そろそろアーチャクエンレベル10になったら食い火しましょう。これはもう皆さんとのお約束。食い火をねちょっと1から、叩き込みたいと思います。私自身も、アーチャクエンのレベルに任せた食い火っていうのに慣れてると思うんで、1からねちょっと基本に立ち返って、皆さんと一緒に食い火の、食い火講座みたいなのをね、動画を撮っていきたいなと考えております。やっぱりね食い火はすごく重要なファクターっていうか、すごくね強い戦術です。やっぱり強い戦術ですし、どんな戦術とも組み合わせるっていう意味では絶対タウンホール9以上の人はね、使えるべきっていうか、使えるべきって言ったらちょっと言い方が悪いかもしれませんが、使えて損はない戦術なので、またね食い火鉱山の動画を上げたときは、食い火やったことない人はねぜひ参考にしてみてください。ちょっと施設が強いところが多いな。1500以上ダークエリクサー1500以上、ね、狙っていこう。ちょっとやっぱトロフィーが上がってくると放置村減るんですかね。なんか若干馬村が減った気がする。あ、2000か。あ、ここだったら行きますね。クロスボウ一つ工事中だし、ここ行きましょうか。昔よく見た対策陣ですね。対策陣じゃないな、マルチ陣だな。よくもう本当私がタウンホール9になりたての時にね一番流行ってた陣です。これな何配置って言ってたかな、クローバー配置って呼んでたかな、なんかそんな感じの名前を呼んでた気がしますけれども、ジャンプ置いて、まあ、ヒーリングかぶせときましょうか。相手のアチャクイがあれなんでポイズン置いときます。さあジャイたちはここで一回戻りますかね。あ、ジャイ壁殴ってる。そうか、真ん中はババキンがつけてくれたのか。おっと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 、いつもお決まりドズルの放送ではいつもお決まりの、ここちょっとジャンプしときましょうか。さあジャイ中に入れといて、やっぱダクエリ取れないとね意味ないんでね。さあババキン相手をしっかり処理して OK。 いやー、やっぱジャイしっかり入れていけばもうあれですね、結構今の攻め私の中では失敗したかなと思ってたんですけど、やっぱジャイしっかり中に入れていけばもうこれだけしっかり取れてますね。黒ジャイ素晴らしき黒ジャイ OK。 あとダークエリクサーどこにある。ダークエリクサーがまだ300も残ってるけど、ポンプが見つからない事件。あれ、ポンプじゃない、タウンか。あ、タウンにありましたね。結構タウンに入ってますね。2000ダークエリクサーのうち360がタウンに入ってました。1割だっけ。1割じゃないね、確率的に。ちょっと計算式はよくわからないんですが、タウンホールもやっぱ破壊しないと、これもったいないですね。2000のうち360ダークエリクサーがタウンホールに入っていたということで、はい、ということでね、クラクラ川柳ボットさんから、レベル2のジャイアントいただきましたけど、クラクラ川柳ボットって誰うちのメンバーじゃないですよね。はい、ということで、こんな感じで今日は終わりたいと思います。また明日もですね、ドッツーの一人ごとやっていきたいと思いますので、ぜひぜひご視聴よろしくお願いいたします。ということで、今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディングチーム、戦艦帝国です。どうぞ。戦艦ヤマト、シナノ、リアルな演出と爽快な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。